私自身オープンキャンパスに参加した際に学生一人一人の生き生きとした姿や親身に寄り添う姿にとても元気をもらいました。私もそのような学生になりたいと強く思ったのが志望した理由の一つになります。また経学部というところで他の大学では得ることのできない人間主義に基づいた経学を学びたいと思ったからです。経学部の魅力は2点あると思います。1つ目に学生同士が共に意見を共有し合い学びを深めるところがとても魅力的だと思います。2つ目は教授陣の方々と学生が共同となって一つの授業を作り上げているという点です。授業以外にも積極的に連携を取り合い学生と先生方の距離が近いところだと思います。頭では人間主義がどういうことかということは理解していましたが本質的なところを理解してはいませんでした。しかしその経学部の必修科目を通して自分自身の利己的な考えではなくいかに人のために経営ができるかという点を学び続けるところがすごく素敵だなと思いました。創価大学には自分の思い次第で自分をいくらでも変えていくことができると思います。また自分がある目標に挑戦したいと思った時に支えてくれる仲間や先輩、教授陣の方がたくさんいます。ここ創価大学で一緒に自分自身の可能性を開いていきましょう。